ロル大使観光に行こう第10話、始まります。大使館の人質を救出したところからスタートです。救助ヘリを脱出させていると、ここでゴルビアスミサイルがもらえます。ステージ12から購入可能なだけあって高威力ですが、一度に一発しか撃てないのが玉に傷。ちなみに首都に残って革命軍と戦っていた部隊は、結局腹筋ボコボコにされ撤退。人質救出に成功したとはいえ、あまり褒められる結果ではないですね。では買い物タイム。肩マシンガンから手持ちに変更。ガリオンは一撃16、ピュース M14 から威力3アップ。他の手持ちは変更なし、そろそろマシンガンからライフルに変えてもいいですが。まあなんとかなるでしょう。肩武器はグレネードをレイジーホーンからスキュア G に変更。ウィットホーンはチョイスに持たせていますからね。ロズウェルには順次強いグレネードを装備。逆におたけさんはロズウェルが装備していたので、こちらのルートに持ち越しています。また装備させておかないと、この辺に戻った時使えないので注意しましょう。レオノーラエンタープライズ製、ウォーラス M2。2095年に初代がロールアウトし、以降欧州諸国に輸出されるロングセラーモデル。バランスの良い汎用機として人気が高く、発展途上国では主力機としても運用。ちなみに今まで革命軍が使っていたのは初代のウォーラス M1。7年前の機体を主力運用しており、経済的な問題を抱えていることが伺えます。レオノーラエンタープライズ製、カーフィル M1。ウォーラスの後継機として開発されたものの、同価格帯の優れた機体は市場に溢れており、M3 までの生産で開発は終了、セカンドにのみ登場する機体となりました。前から見ると通常2脚なのですが、実はローラーダッシュ専用っぽい珍しい脚部。前進するのはいいんですけど、ホバーと違ってこけたら二度と立ち上がれなさそう。ビンスジャパン製、バチェ M25。M13 を改良したモデル、順当に性能アップ。センダー製、ドールドック。四脚部分にメインカメラ、胴体に機銃、アームに 80mm ロケット砲を内蔵。まさに大型機のミニチュア版といった風貌、立ちこまかな。原作版は脚部自体が防御装甲っぽくなっており、無人機として運用したら強そうな感じがありますね。リメイク版は、ローラーダッシュが可能なら、高機動戦闘で敵を翻弄できそう。パーツはすべてウォーラス M2 に変更。特に胴体は HP、防御、出力すべて上昇、最優先で交換。腕は HP こそ上がりますが、防御が下がり重量が上がるため、出力補正ダウン。と思いきや、機動力は下がらないし、近距離威力はアップ。どういうこっちゃ。脚部に関してはウォーラス M2 より、重量据え置きのバジェ M25 の方が機動力を維持できます。ただウォーラスの方が右の近距離が上がる。もしかして右のステータス、HP の比重が大きいのかしら。出力余剰を信じるなら、胴体ウォーラス、腕と脚部はバジェがいいでしょう。トマス、ロッキーの装備が謎変更されているのでチェンジ。トマス対ワロットからダブルネイル、肩の装備を外しておきます。なんで胴体ジービューになってるんでしょ。ロッキーはライフルと肩の対空を外し、突然湧き出た新ナックル、ボーンバスターをそのまま装備。なお3人とも制御コムが初期装備に戻っているため、またレベル5まで強化し直す必要があります。お財布が壊れるわ。さて、世界情勢はと。OCU が革命軍と交渉準備を始めたことに対し EC グリッツマン内相は平和的解決を選択した OCU に敬意と賛同の意思を表明。会談2日目 USA のホロビッツ外相はノーコメント。16日 OCU は人質解放を条件とした交渉準備を発表。革命軍は国内 OCU の完全撤退と人質一部解放を条件に提示。USN のビンスが経営難によりコンピューター部門をビンスジャパンに売却。USN 軍の制御コム技術が OCU に流れ軍関係者に衝撃が走る。これを受けディアブルアビオニクスがビンスのパンツァー部門買収交渉を開始。ビンスは難色を示しているが経営難を脱出するため厳しい選択を迫られる。レズエ、労働党の星は消えた。以上、6月16日のニュースでした。ちなみにビンスジャパンはコム技術獲得に多額の資金を投入したため、5年後の2107年、経営破綻で倒産しています。本末転倒じゃないか。でかい買い物には気をつけよう。前回助け出した人々をチェキ、アロルデシュの首相に OCU の大使とお偉方がわんさか。首相には見えない貧相な首相によると、一緒にいたはずのグヤンダ将軍はベンチューサが連れ出した。それ以降戻っていないとか、フーム、将軍でエッチなビデオ撮影でもしてるのかな。OCU 駐留大使オスオス。しかしね、あるわけだからとか言い出しそう。フォードマン大佐にクレームを入れるのは結構ですが、まだ安全が確保できたわけではありませんので。そう忠告されると、プンプンと怒り出しました。これは典型的な権威主義の竿役。
これでやれることはすべてやったので、輸送機の離陸準備が整うまで警備に戻りましょう。ケネノーム、名前と顔の確認。収容が終わり次はレズたちの番。と言いたいところでしたが、そうは問屋が下ろさない。首都のバカ者を片付けた革命軍が、追撃部隊を放っていた。密林の危機を揺らし現れたのは、デカーイ、説明しよう。先導者が送り出した大型4脚、ティルデー。年28万紛争に投入された大型4脚、クリントンをベースに開発された新大型機。手砲はでかいほどいい。副砲に15ミリ機関銃、手砲は驚愕の130ミリキャノン。クリントンを運用した結果 USN は大型路線を諦めたが、OCU はまさかの全地域で採用。燃費が悪そうに見えて実は非常に効率よく動くらしく、長時間の作戦行動ができる頑張り屋。原作より長いムービーで猛烈アピール。クリントン時代からあった転倒事故が弱点なのは内緒だぞ。そんなわけで、満を持して登場したセカンド初の大型機、OCU が提唱する、グランドガンポート構想の先鋒。ここで首相に逃げられては手札が大きく損なわれる。投入されたティルデ A は実に3機。戦力は出せるところで1機に投入するのが基本というわけだ。モロチン単独で行軍させる愚行は犯さず、脇を固めるバンター4機とヘリ2機で対策万全。こりゃ勝ったな、ガハハ。密林にプラスジャミングでもあったか、こんな距離まで気づかないとは。自分たちが乗り込んだら反撃できる者がいなくなる。地上の敵は任せて、輸送機は脱出するよう指示。敵にポップコーンとコーラを渡し、仲良く飛び立つのを眺めることに。相変わらず隙だらけだな。羽を吹っ飛ばして不時着ぐらいさせればいいのに、首相に万が一があったら困るし、とか思ったのかな。要人を脱出させることには成功しましたが、背後は湖で逃げ話。敵に地の利がある密林を逃げ回るなど現実的ではない。ここで一気に叩き、殲滅すべし。いざ残機前進。ミッション8、革命軍追撃部隊との戦闘。敵はティルデニア3、バジュに、ウォーラスに、戦闘ヘリに、ミサイル車両に、支援ポットにの全13機。ティルデ A は崖上に1、マップ右奥に2の配置。バンター4機はすべて右回。こちらは左4、右3となっていますが、バンターと戦うため、右にプラス1したいところ。ロズウェル以外を派遣するといいでしょう。右側のバンター2機はティルデ A と合流するため奥へ。1機はこちらに突撃。レズとバトル。おお、痛い痛い。最新装備なのにこの減り方。セカンドは基本的に撃たれると負ける戦い。距離を稼ぐと徹底的に叩かないと。レズの反撃、何連鎖するかな。2連鎖で終了。サワンを粉砕しましたが、ショットガンが残りましたね。もう1機のこちらに突撃。ロッキーとバトル。 BGM の謎は大好き。まる武器を持った左がえらく削られてしまった。遅れずのボーンバスターでエアン粉砕。できればマシンガンを持った左を壊したかった。ママヤーロ、次ターンで一気にぶっ壊したる。右のテルデ A は崖下に集まって待機。左はやや奥へ。そしてミサイル車両がこちらを狙う。ふん、緊張的。命中53で当てようとは片腹いたし。次ターン、寄ってきたパンツァーやらを一掃したる。まずは左側のヘリ、サユリちゃんでアタック。脆いぜ。サユリちゃんの近距離がレベル8に到達。新スキル、ラッキー習得。レッグファーストを倉庫に送り、序盤のスキル編成をひとまず完成。続いて列でウォーラスにアタック。どんな思いを。レズの近距離がレベル8に到達。新スキル、ラッキー習得。序盤のマシンガンは稼ぎ効率が良くて、とても良い。左に戻り、コーディー前進。ミサイル車両をぶん殴る。ちょろいぜ。近づかれた時の対策でない車両など、所詮は経験値の塊。持ってるだけで維持費もかかろうというもの、こちらで処分してあげるゆえ、どんどん持ってきなさい。お隣のミサイル車両はグリフでアタック。うん、おいしい。
これで左側は支援ポット1、交代したティルデ A1 の2機を残すのみ。では支援ポットはそのスタイルでいただきましょう。トマス隊員の格闘がレベル8に到達。新スキル、フィールドエフェクト習得。格闘戦を行うとき、地形効果を失わずに維持。命中補正がつくのは嬉しいですが、わざわざ攻撃系のスキルを切ってまでつける意味はなさそう。敵ターン、隊列を整えた自陣にティルデ A が突撃。トマス隊員は応戦。ファースト発動からのフェイントで睨んだ。さらに追撃のクリティカル。224あった胴体を一気に75まで減らす大奮闘。強いぜトマス隊員。ティルデ A は複合15ミリ機関銃で攻撃。背中の手法で撃ってるように見えますが、口元にある機関銃は飾りかな。次ターン、削ったティルデ A にクリフでとどめを。手法を使う前に吹っ飛ばしてやる。ファースト発動。ストレートパンチでティルデ A の巨体が揺れる。そして追撃のフェイントアッパー。ペタンコだぜ。一気に経験値230もらった格闘がレベル8に到達。新スキル、フィールドエフェクト習得。やはりスキルレーサーは全てを解決する。2機目のティルデ A にコーデータリーサス。この勢いでガンガンいったれ。時代、手法一撃28の三連射。命中率が低いのが救いですが、全弾当たるとえらいこっちゃで。よくもやってくれおっての。反撃のクリティカルからフェイントに繋いで、最後はヒートブロー。180から34まで削り、一撃圏内。各部が丸々残って後続に嬉しいぜ。コーディの格闘がレベル8に到達。ヒートブローレベル2、フィールドエフェクト習得。ではとどめはさゆりちゃんで刺してがっつり経験値をいただくとしましょう。ティルデ A こっちゃん。左は一旦終了。右の装置を再開。レジで霧島重工の戦闘ヘリ AH45D 範囲 D を封鎖。ラッキーの火力がえげつないことになってますね。防御が薄いヘリにマシンガンがよく効いたのか、ミシマシル遺跡パワーが炸裂したのか、どっちやろな。ウォーラス君、ちょっと実験台になってくれへんか。してるのは間違いないですが、ポイントを消化した直後なのでカットしない伸びでしたね。レジの近距離がレベル9に到達。新スキル、ファースト習得。敵ターン先制できるのは強いですが、近距離ならそこまで優先度は高くないでしょう。ロッキーのバトル、バチェの攻撃を華麗に回避。くるくるとカメラを回し、初手クリティカル。ズワンを粉砕しゲルマ状態。追撃のフェイント、軽いフックでひるませて、ストレートパンチ。やったやったぜ。残るはティルデ A と支援ポットのみ。舞台指揮官、ヒゲのおじさまコマンダーのアタック。おじさまはベテランらしく、クリティカルとベストポジションを所持。まあ前回現れたアロルデショリク軍切ってのエース、フルスキルコマンダーに比べたら脅威度は低め。囲んで行動不能にし、棒で叩いて止まり。激戦っぽいイブシギン、シェドゥ隊長よさらば。さて、戦闘可能な敵戦力を全て潰し、偶然にも味方が一箇所に集まっていますね。仲間の体力を経験値に変換し、ロズウェルの遠距離がレベル6から8に到達。最後はロッキーで片付けて、格闘がレベル9に到達。新スキル、ベストポジション習得。命中を上げるベスポジは格闘にはうまい。ヒートブローをポイ捨てし、こちらにくら替え。これにて任務完了です。
要人は無事洋上の政界関門とへ合流。突然おねえ言葉で喋り出すグリフ。頭でもぶった。翻訳するとき、ちゃんと原作版のテキストと照らし合わせなかったんですかね。これ以上ホモが増えるとギャラが被るんでな。そう言ってトマス対ワレズたちに銃口を向ける。問われれば答えがなるまい。俺たちはバーフ庶民系の律兵さ。律兵ってなんだ。一同クエスチョンマーク。台本と違う展開に焦り、さゆりちゃんがグリフのセリフを喋ってしまいました。確かにいろんな意味で驚きましたが、ジャンルが違う可愛い子ちゃんが4人。アンブッシュには何点もらえるかしら。残虐行為手当1448、特別手当3000、維持修理費1281円。といったところで今回は終了です。次回、拉致。それでは皆さん、お達者で。